はい、どうもこんにちは。というわけでね、今回なんですけど、昨年2018年の夏、私はポケモンカードにハマってました。だけども公式の大会に出ることもなく、ポケカ熱も冷めてしまい、ポケモンカードをわずか数ヶ月でやめてしまったんですけど、それでもなお今ポケモンカード人気があるということで、近くの近所のコンビニに寄ったらね、ポケモンカードが売ってたんで、ちょっと復帰とまでは言わないけど、リハビリがてら買ってみました。なんだけど、こちらのポケモンカードゲームサンムーンの拡張パックダブルブレイズ、これ新しいやつかと思ったらそうでもないんでね、もう最近発売されたやつかなと思ったら、もう3月くらいに出たやつなんで、結構新しくはなかった感じですね。じゃあ早速やって開けてみますか。3パックだけしか買ってないんで、まあいいのとが欲しいなっていうよりは、本当にリハビリがてら開封かな。そんな感じです。はい、じゃあ早速ね、封を開けたんで見ていきますか。いいカードが出るといいけどね。はい、ピンプクムーマ、あ、クラブ、これはミカルゲキラじゃないですか。いいんじゃないですか。これはミカルゲ恨みダメ、自分の前に1回使える、このポケモンにダメか1個乗せる。へえ、自分にダメか乗せるんだ。苦悶の叫び、このポケモンによってダメかの加速を30ダメージ。あ、これ結構強いかもしれないですね。かける30ダメージなら意外といいかもしれないですね。で、溶接工、これ結構なんか話題になりましたよね。溶接工は俺でも知ってる。自分の手札にある炎エネルギーを2枚まで自分のポケモン1匹につける。なるほど、炎デッキにいい感じですかね。じゃあ2パック目いきます。ドン、ピンプク、ピンプクかぶいじゃないピンプク、クラブ、コンパン、ヘルシアン GX、 おお、これは当たりじゃないですか。 GX 来た、やった。このポケモンベンチポケモンと入れ替える。なるほど、プルシアン、ニャースの進化系だもんね。まあ知ってるか、そんぐらいは。不思議な雨、じゃあ3パック目いきます。結構いいの引いてんじゃない。3パック目、最後、早くも最後、ドン、モンメン、ヤトウモリ、謎の草、草生える、不思議な雨、エンニュート。なるほど、じゃあ今回キラーカードはこちらのペルシアンとミカルゲでしたね。まあでもポケモンカードリハビリにしては結構いいんじゃないですか。 GX 出たのは、これデッキも作りたいですね、ペルシアン GX。 はい、ってなわけで、久しぶりの復帰とまでは言わないけど、リハビリ、ポケモンカードリハビリ動画でした。ありがとうございました。またもしかしたらカード開封するかもしれません。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。さようなら。